つながりました。ルフ4人のシンプルゲーム大会をみんなで見守る生配信。よいしょ。こっちに映ってる俺。今回のさあ、ということでですね、天の声をまず天の声を担当させていただきます。天の声の DJ だるまです。だるまさん、よろしくお願いします。お疲れ様です。お願いします。です。頑張るぞ。まさにシンプルゲーム大会ということで、ちょっとあのジャケを皆さんここに見せてください。まあ、こういったようなゲームをご用意しておりますので、デュオ、デュオ、クラスターデュオとゴブレットゴブラーズと、ゴブレットゴブラーズ、そしてキービステリー。ここ見せてあげようか。こう、あーね、それは初めて見た。俺も初めて見た。キープイットステリー、これはまあ後で紹介しましょう。あと、はい、定番のジェンガですね。ド定番ジェンガ、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 はい。今日はまさにシンプルゲームということで、はい、のテーブルゲームをですね、メンバー4人にやっていただいて、はい、テーブルゲームだったんですよ。僕もうスマブラとかやるから、僕もそっち系の電子系かと思いました。ビデオゲーム、ビデオ、今日はシンプルゲームです。セーブルゲーム、シンプルゲーム、はい。そしてですね、今日グーパーしていただいて、チームに分かれていただいて、チーム対抗戦ということで、はい、チーム対抗でシンプルゲームやっていただいて、はい、負けた方のチームには、一番最後クエン酸を飲んで健康になっていただこうと。なるほど。一番なんかいいっすね。負けてもじゃあご褒美みたいな話ですね。ご褒美みたいなもんです。確かに体の疲れ取れるし。でなんかいつもイジルさんみたいになんかちょっと、うん、ね、センブリ茶、うん、日系、ね、苦くなってもらおうっていうよりかはなんかちょっとハッピーちゃハッピーかもしれない。確かに確かに。まあかなり酸っぱいとは思いますが。はい。はい、健康では。健康ではおそらくね、はい、ありがたいですね、はい、じゃあまず最初グーパーしていただいて、はい、はい、チーム分け、はい、じゃあいきますか。誰かグッドパーで分かれましょう。おー、おー、仕込んだかな。うまく2-2ですね。あ、やめてください。手汗すごい手汗、緊張してる。いやいや、俺いつも手汗すごい。最初どれやります？じゃあ俺ひろとチーム、はい、あ、じゃあじゃんけんで代表者勝った人がゲームを選ぶ感じ。そうですね。ヒロスーチーム対ギーリョジチーム。ギーリョジチームで。じゃあ僕、あの、ラック付き。銀次チームですね。銀次です。銀次チーム。チーム銀次。そっちの運がいいやつどっちだよ。はい、お前どういいのか。だ。最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい。じゃあ、はい、ゲームを決めてください。まず。何でやるか。これっしょ。これっしょ。まあ、一発目は。最初じゃなんかゴブレットゴブラーズみたいなやつ。これはサイコロはゴブレットゴブラーズですか？違います。あ、これ違うんだ。はい、1本しかないじゃん。はい、いつのヒロトみたいなやつ。これルールを軽く説明させていただきますとですね、ゴブゴブ、はい、丸バツゲームですね。丸バツゲーム、はい、はい、あ、もうちょっとあのその俯瞰のカメラの方に下に、そうです、こっちにやった真下に、はい、こっちのが見えるね。おおおおおお、これはオレンジチームと青チームの丸バツゲームのようなもので、中央が、で、ちょっとあの上にかぶせてください。それあの分かりやすいように。中央どこですか？ここかな。まあ見えればいいんじゃないですか。ここか。はい、はい、これで多分、はい、丸バツゲームです。で、大中小ございますので、その、章は中をかぶせることができます。す、中は台をかぶせることができます。すもちろん章に台をかぶせることもできます。うん、はい。ただし、ただし、大きさ、そう、大きさが小さい、物理的に入んないものはかぶせることができません。なので、相手チームの上からかぶせて攻撃することも可能です。それで丸×の要領で3ライン揃えた方が勝ちです。ちなみにですが、後から被せたものを動かすことも可能ですが、中から相手チームの色が出てきて、3つ揃った場合はその瞬間負けになります。わあ、ちょっと覚えとかないといけないんだ。移動もありってことですね。移動もあり。置いた駒をこっちからこっちに移動がありってことですね。そうです。では、一旦やってみましょうか。はい。これは、じゃあ、交互にじゃあ、置いていくのを交互に。そうしますか。じゃあ、先行後攻じゃんけんは。今したのが違う。今のはゲーム決めじゃんけん。ゲーム決めじゃんけん。ああ、なるほど。あ、じゃあまあこっち勝ったんでいいっすか。じゃあどうぞ。どうぞどうぞ。じゃあちょっとブルーとあれ分けて。これ先行の方が有利とかあんの？まあ有利でしょうね。この配信あれですよね。あの、無料会員登録の方も見れるみたいですので。はい。あの、ちょっと知らない人がいたら拡散してください。あ、そうだね。お願いします。お願いします。上げてください。誰からやりますか？じゃあ俺からでいい？見れないって言ってた人がいたんで。俺先やっていいじゃん。あ、いいっすよ。はい、じゃあ先行。じゃあいいっすか？コメント見つつじゃあ。コメント見つつじゃあ。まあまあまあ、一旦ね。これいきなりでかいので行くのがやっぱ正義なの？いや、全然そんなことない。床でやるの可愛い。
あはん、まあ、スー君こういうの強そうなんですよね。確かに。でも、あの、博士いるから。そういうことか。今回は。いや、まあ、それじゃなくても、一人でやっても別に二人で協力してもいいんじゃない？全然。話し合って。うん。え、これ何分まででしたっけ？いや、これ時間は大丈夫です。あ、そうなんですか。え、どうします？ 2-2 のトーナメント戦します？それとも。いや、もういいんじゃないですか。一旦タック。こう話し合いも OK ってことですね。OK、じゃあ OK。でも1分以内に置いてください。まあ、それぐらいには一応置きたいと思います。じゃあ僕、ってことは。まあ、とりあえず、斜めを塞いどかないと。とりあえず、じゃあ、ここ塞いでいきます。そしたらもう。で、でっかいの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 、ちょっと待って、ドン引きなんだけど、一緒にやりたくない。もう一回、じゃあもう一回、最初からやりましょう、最初から。あ、でも分かりました、分かりました。お前やば！大穴じゃん。大穴？もう一回いきますよ。え、一緒にやらなくてもいい？リハーサルで一番やってたはずなのに。リハーサル何回もやったはずなんですけど、ちょっと。リハーサルできてないけどね。ちょっともう一回、もう一回お願いします。じゃあ、もうやめてください。じゃあ、先行いい。先行いいですか、じゃあ。じゃあ、行きます。大きいの真ん中置いといた方がいい。大きいの一回置きます。日が爆笑爆笑爆笑揺るがないもの。揺るがないものを一つさ、真ん中に置いとくことで変わってくるから、話が。じゃあ、俺行きます。あ、そう。どうぞどうぞ。どうしようかな。別に端っこなんて何でもいいんすよ。ああ、はい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 。いいね。まあ、そう来るんだよ。ふーん。やるじゃん。一回じゃあ。わかんない、今なんとなくやってみたけど。真剣ですね。まあ、それですよ。やっぱ、でっけえの行かないと、心が晴れないですよ。まあ、一旦ね。まあ、絶対そうなるよ。まあまあまあね。敵のやつを外すのはダメなのか。敵のやつは、そうですね。すいません。イエス。もう勝ったよ。もう勝ちです。これで勝ちです。あ、勝ちなんだ。もう勝ちました。全然。防いでいきましょう。全然。頑張って。全然いきます。まあ、頑張って防いでみてください。さあ、危ねえ。危ない危ない危ない。あそこ防げばまだ大丈夫だ。うん。そうだ。そうですね。はい、頭いいです。ちょっとすいません。わかりづらいんで、こうしてもらえますか？いませんね。繊細。はい、繊細ですよ、リーダー、うちの。本当に。気をつけてくださいよ。おー。僕は。はいはいはい。やるじゃん。でも、動かせるから、こっから。ここから動かせるっていうのがちょっと怖いとこだよね。そうなんだよ。でも、次、誰、りょうじ。これから告知でもいいんですか？下なんもなくても。下なくてもか。うん。ですよね。いけます、いけます。ギーだよ。あ、俺か。ごめん、ギーかりょうじ。俺なんだけど、どうする？ちょっとどうしたらいい？確かにこれむずいっすね。長いですね。まあ置くパターンもあるじゃないですか。相手ちっちゃいの2個なんで、まあとりあえず塞いじゃって。あ、塞いじゃって、はい、あ、なるほどね。はい。はい、まあ確かにそのパターンだし、そのパターンだな、確かに。これは移動もできる。これ確か中いるから、移動はさせない方がいい。触った瞬間も開けなきゃいけないから気をつけて。これは移動させない方がいい。普通に。そうですね。これ移動させたら、これ入れられる。そう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 。ってことは、こっちかこっちかな。普通に。大丈夫。ここ置いて、それ被せられても何の問題もないから。確かに。じゃあ、ここ。これ、戦い決まらない感じ？もしかして、うわ、なんか。でも、いや、でももうね、割と、俺はもう、見えました。マジっすか？割と、賞賛見えてます。ダイブした？はい。勝機が見えてます。もう、喋んないでいい。バレちゃう。いろいろバレちゃう。そっかそっか。危ない危ない危ない。多分、気づいてるんですよ。切り開いたわ。いい。どうぞ。リーダー、ちょっと言ってください。俺よくわかってないね。待って。ちょっと待って。見守る配信なんで、これは大丈夫ですよ。え、いいっすか？あ、触ったらもうそれ動かさなきゃ。あー、いったー！うわ、これやっぱちゃんと中を置いてないといけない。なんか置かれてても、ここからこことかできるから、もう。
もう勝ってましたよ。よしよしよし、ちょっとこれもう一回やるか。もう一回やっていきましょう。いたんだ。もう一回やって、しょうがないですよ。あ、確かに中何も入ってるの強いですね。最初いらんことしなかったら勝ててたよこれ。確かにもう2本取ってた。やっぱ強いこの人。いや強い、スーさん強い、こういうの。じゃあラスト、このゲームラストにする。じゃあ負けから。そうっすね、はい、死ぬ、はい、忘れてた。ルーザーから。ルーザーから。じゃあギーちゃんちょっと最初頼むわ。かかってこいや。ほらほら、もうちょいこっちかな。どうぞ。うわうわ、真ん中置かないのめっちゃもったいないよ。うーん、珍しいね、真ん中行くんだ。真ん中行かないのもったいなくね。不動の真ん中をさ、でかいのじゃないですか。そうですね。うーん、いいんだ。僕かでももう置くとこは決まってるんだよ。はいはい。うわ、やっている。やっている。はい。はい。あー、ピーバ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 ー。そうだ、動かせんだ。でももうどっちみちダメだったね。そうです。これをどうしてたらかですよ。負けた点は自分で取り返す。こうしてるべきだったのかもね。やられたらやり返す。100倍です。あれ、今のうまいっすね。じゃあもう、あれだ。今勝ちだ。はい。ということで、1ポイント。このゲーム、ゲーム名、ゴブレットゴブラーズ。ゴブレットゴブラーズ。ゴブゴブね。2対1ということで。ルジキ1位。1ポイント。イェイ。悔しいからこれ今日夜やりましょう。出た、突き詰めるタイプ。この後、ググったりするよ、この人。研究するタイプ。研究するタイプだから。いや、これは多分ね。楽しい、これ。よし、じゃあこれとりあえず。これは盛り上がりますよ。じゃあ次どうします？次クラスターやります？これめっちゃやばい。やりましょう。じゃあ次のゲーム。これね、説明してください。これ、ちょっとおもろかったな。これ、じゃあ、皆さん、はい。ありがとうございます。これは、こんな感じのかな？コメントどうかな？あ、楽しそう。これは、次のゲーム。はい。一つずつ、これ、お願いします。ありがとうございます。デュオ。真ん中になってる。クラスターデュオです。クラスターデュオです。デュオなんですけど、今回4人でやってもいいんじゃないかということで、もうめちゃくちゃこれシンプルです。本当にシンプルで、強力な磁石である、この黒い物体を、中に置いていって、全部手持ちがなくなった人が勝ちです。その代わり、中に置いた瞬間、他のやつとくっついたら、そのくっついたやつは回収しなければ。痛い痛い！これやばいなぁ。これもシンプルですね。やってみましょうか。はい。じゃあ先行後攻。先行が有利だよ、これ。絶対。そうっすね。じゃあ、これ負け犬からでいいの？ん？あ、いいよ、いいよ。じゃあ、負けた方のチーム。負けるというか、ルーザーから。じゃあ、いけます。はい。8に行こうぜ、次は。俺、こういうの強いんすよね。あ、やべ、携帯の、携帯怖いよね、これ。ちょっと強いから。いきます。磁力がね、かなり強いもん。おー。はぁ。うん？レッツゴー。なんでしょう。僕はもう。ああ、それは、ね、じゃあね。それ、ちゃんと中に全部入れないといけないっていうルールにしましょう。はみ出しがない以上。はみ出しなしで。これずらしていいんでしょ。ずらしてほしいです。あ、オッケーなんだ。オッケーで、そういうのオッケー。でも画面からはみ出す。画面からちょっと消え始めて。じゃあちょっと秘密にしちゃいます。あ、画面からいなくなっちゃう。ちょっとそれ。そうですね、それぐらいだと。うわっ、なんだその形。いやでもね、もう絶対置かないの。すぐ直せるから。それギリギリですね、画面。うわ待って、遅くなってる。先に置き切った人が、置き切ったチームが勝ち。そうです。はい。磁力と仲間になれない。動いてるよ。まあ、文句言うならギーちゃんに言うね。引き伸ばしたのギーちゃんだから。うわっ、動いてる。おー、めちゃくちゃ引っ張られてる。これ置いたら最後ですもんね。ですよ。あい、あい。S 曲、N 曲。これだから全部入れないといけないからね、輪の中に。うまい。
攻めるね。うまい。おお。攻める。よしよし。いいじゃん、いけ。よし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 。火はね、あのこっそりライオンが、え、ククなくなった？まだ1個です。ライオンがゴキブリ、あの狩りをするようにこっそり行くんですよ。いいよ。ほら、うわ、そっちも反応してんだ。あ、うまい。おお。うわマジか、それやばい。これだいぶ来てる。あと何個ある？あと2個ある。あと1個、あと1個っす。みんなも3個、3個ずつだ。ししああ、これ相当むずいぞ。G だね。デレレ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 デ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 レ。まだまだ置いてないよ。いやでもこれもう、これ回収ですよ。回収回収回収で置くこともできないですか？できない、できない、できません。やば。はい、ラッキーチャーンス。やばい。いや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 。これももうアンパイをね。ちょっとスプラッシュしてて。スプラッシュも。ミスでスプラッシュすなよ。うざーこれ。何がガリレオじゃ。でででで。イエーイ、リーダー。あ、抜けてないか。はい。あと2個でね。でもさ、チームでしょ。クックソチーム。チーム所持はもう5個あるから。ちょっともう怖いんだけど。くそー。いや、ちょっと待って。攻めないと、多分。そうだよ。向こう2個しかないから。攻撃しないと。怖、ね、うん、いよ。もうどっちみち俺ら5個持ってくからさ。ちょっと根性見せろよ。動いてる動いてる。大丈夫大丈夫。逃げた逃げた。大丈夫、一回ガリレオやる？大丈夫。やばいやばいやばい。一回考えた方がいいね。めっちゃ動いてる。一回考えた方がいい、クック、一回考えた方がいいって。一回考えた方がいい。ああ、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 あの有名な一言だって、実に面白いっていう、あの実に面白い、実にすごいとか、実に磁石がくっついて面白い、いいやってみようだから。ガリレオは実にすごい。はい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 、来たよ。まあ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 、知らん人いたな。いや、やばいな。え、もうあと一個です。ラス1、はい、これ攻めないとだね、かなり、うん、そうですよ。ほいー、あ、うわっ。やっぱ置き方大事、置き方結構。あ、ラス1、あ、じゃあもういいの。ラス1兄貴じゃないですか。じゃ、勝っちゃうよー。来ないよ、これ。マジ？これ、このゲーム得意だもん。やばーい。トランクついてくれ。ちょっと待って、これさ。これ引っ張ってもいいですか？いや、ありがとう。こうやって。こいつ怖くない？すいません。あぁ！おぉ！そこめちゃくちゃ動いてる。あぁ、めちゃくちゃ。そこやばいかもしんないっすね。そこちょっとやばいかもしんないっすね。そのほら、もう、こいつ。グズグズしてんじゃん。だいぶ活動的だよ。頼む。え？やばいやばい。磁力の隙間見つけてるこいつ。置き方大事。動いてる動いてる動いてる。うわ！うまいこと反発してない。うわもう一回戦。もう一回戦。くさー。マジかよー。どうですか皆さん。うわっ、うまって書いてある。はい、6個。ルールってこういうしさ、横からゲームなしで上から必ず置かなきゃいけない。そうですね。なるほど。上スタイル。上から。わかりました。横からなし。横からなし。くさー。いやー、これむずいなー。神経使う。やばい、銀チーム銀次が強い。銀次、ちょっと銀次、あまりにもちょっとお話にならないから。だってよね、銀。最初いいよだから。ちょっと行かせていただきます。ちょっと、すぐ本着やります。ね。俺負けんの嫌なんだよ。あ、攻めるね。いいよいいよ。上から。だってこの磁石の強さやばい。握ってこうやったらさ、つくからね。そう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 。結構本当強い。
引っ張るね。いいよいいよいいよ。ナイスナイスナイス。うおー、引っ張るね。それ何？この、いいね、この感覚を与えないっていう。お。もう。ちょっとピクピクしてる。いや、でももうちょっと攻めで、近めに置いてこうかな、割と。もうだってここでもう、立ってから行ったら結構いいっすよ。ほら。これやば、これ怖っ。ものすごい、磁石。おぉ、うおー、はい。すごい。もうこれ真ん中しか置けないから。この距離か、あっ、ぶなっ。おぉ、ジーザスクライスト。これはもうかなり、かなり難しいですよ。ああ、でもいいよいいよ。反発してるよ。割と。ここ置けたらかなり強い、ね。見つけた？もしかして。よーし！いや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 、よし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 。いいですよ。じゃあもうこれ、じゃあここで引っ張るしかないの。そうですよね。上からっすもんね。上からで。ギーはこういうの好きなんですよ。うおー。反応いいじゃん。反応いいじゃん、君。くそー。息がいい。引っ張れ引っ張れ。引っ張れ、いいよいいよいいよ、ナイス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 。ちょっとね、そう、刺激だけ。おお、君たち、君、いいよ、いい、あー、こっちに向いたらそう、こっち、あ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 、だいぶ近くにコンパスみたいになってる。君たち、息がいいよ、だね。な、何それ。だけどね、僕ここで負けてらんないのよ。うわー、でもうまいかも。やばい、めちゃくちゃこれ置けたら勝ちだ。めちゃくちゃこいつあっち行ってる。ちょっと引っ張る。こいつめちゃくちゃあっち行こうとしてる。ナイス。おお、うまい、うまいぞ。これ次結構大変じゃん。これやばいっすね。これやばいわ。次誰、どこ置いてものパターンあるよ。私はね、まだ死ねないんだよ。何その。誰なの、リファレンス。リファレンス誰だろう。全然適当。こうかな、意外と。おお。怖いぞ、マジシャン。マジシャン、マジック、ミスターマジック。おー、ミスターマジック、偽物だからね、もうこれ、床に。おお、おお、いや、マジックしてないの。マジックしてない。マジック、サプライズ。サプライズ。全然ノーサプライズだよ。やばい、ミスターマジックだわ。もうこれ、もう無理よ。言っとけ言っとけ。あ、いける。あ、あ、あ、これは強い、これはすごい、これはすごい、あい、あい、スーパープレイ、あい。それではこれはリプレイを見てみましょう。いったんちゃう。すげえ、遅れてスーさん出てきた。これはいいぞ。あ、ちょっと待って、むずいな。確かに画面で見たらどうしたらいいと思う。もうないでしょ。意外と手上げたら、ね、そこだよね。で、引っ張ったらこいつくんだよ。来ないくらいに多分大量回収する。大量回収してほしいですね。大量回収、大量回収あるな。はい、まあ1個っすか。あと2個、2個2個。はー、いくか。やったやった。縦から入れる。でん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 。嘘だろ。盛り上がってます。コメント欄かなり盛り上がってます。頼む、マジ頼む。嘘だろ。スロっていっぱい、いけ。さっきビビ処理や、いろいろみんなコメントありがとうございます。なんかはい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 、はい、もうこれ来た、はい来た。目に入った人の名前を呼びました。はい、勝ち。あー、マジやばい。こことか意外といいかも。この、あー、いや、絶対、あ、でも周りと反発する可能性が。いや、ダメだな、やめとけ、危ない。誘ってる誘ってる。え、あと1個、そちら真ん中じゃない、真ん中じゃない、ここの真ん中じゃない。あと1個あった。あ、嘘でしょ、クック、大丈夫、真ん中じゃない、ほんとに。あ、でもなんか反発。お、わわわわわわ、やばいかも。待って、来たかも、こいつガリレオかもしんない。え、
そうでしょ。ガリレオですか。ちょっと待って、一回、まばたきやばい。もうキュッて外しちゃった方がいいよ。俺さっきそうやったもん。いや、なんか動いてるっす。え、違う、俺も動いてたけど、キュッてやった方が反発がない。いや、相手の言うことは聞くな。平気で嘘つく人。いや、ま、ガチだって。怖いって。あーあーよっしゃー、あと1個です。あと何個。1個。あと2個あるよ。やばい、もうこれはもう。いつの間に、大量解消案件。よし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 。もしかして最初1個多く仕込んだ。こいつら大量回収しますよ、これは。ちょっと待って。ちょっと俺本気でしますよ。これも買ったんじゃない。これは。いや、ちょっと待って、一回見して。必勝法ある。おぉガリレオです。おぉ実にすごい。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 これはすごい。偽物。ギレルメです。実にすごい。え、待って。ガリレオでもなくない。じゃあ、ギレルメ。ギレルメです。実にすごい。ちょっと片言。ちょっと片言。違うよね。実にすごい。カタカナとカタカナ。実にすごい。ちょっと。ギーちゃん。うん。頼むよ。いや、本気っすよ、兄貴。いや、そこ。そこじゃない、でも、やるとしたら。ちょっと待って。ピクピクしてる。うわあああああ、見て、全部同じ向き。実にすごい。バイギレルメ。実にすごい。いや、コメントで実にすごい。カタカナでめっちゃ来てる。ここかな。いやいや、ギーちゃん、そこは違うって。いや、ここだと思うんですよ。こいつら一回こっち向かして。おい、俺の方向けや。マジで？やばい。でももう置いちゃったらもうそこだよ。もうそこで引っ張る。だってもう。縦じゃない、縦じゃない。うわ、やばいやばいやばい。これ置けそうじゃない？ギーちゃん、縦、縦。いや、これなんですよ。縦、縦。ほら、来てるもん。もう、その下のやつが来てるから。やばい。うわーい！いけいけいけ！戻れ！戻れ！戻れ！いや、でも。まあ、3個回収なんで。あ、確かに。もう、もうこれ置いたら終わりなんだよ。あー、うわ、やだな。実にすごい。実に素晴らしい。やばい。まあまあまあ、そこしかないもんね、だって、置くとしたらね。ここでいいのかな？ここでいいでしょ？本当ですか？うわっ！くそ！いや、危ない！あはは！イェーイ！これは負けた。これ今1対1。これない。もう1回じゃあ。これじゃあもう1回だね。サドンですか。これじゃあもうさ、今日はもう夜が明けるまでやろうよ、これ。明日、明日ゆっくりでしょ。すげえ疲れるね、これ。ああ、緊張で。じゃあ、ルーザーからやってくださいよ。いいですか？はい。はい。オッケーオッケー、勝った。勝ちました。やったー。はい、これ回ってる間に置いてください。はい、やったね。止まらない。これ、周りが止まんないね。止まんないね。やった。でそうさ、引っ張ってやっぱさ、視聴者ライクじゃないよ、それは。そうですね。先生堂々とやっぱさ。ほら、だってもう 俺がカメラマンやっちゃってんだから。あ、いいね。うわ、細くなってる。細くなってる。うわ、やばい。もうカメラを気にしない戦い方です。ちょっと浮かせないといけない、ね。こういうことですね、今。そういうことですよ。はい。ただちょっと、やばいな、これ。実にすごい。あ、うん、ここに映ってる。あ、よかった。他のカメラ。細っ。まあ、そうなった時だよ。あ、何も考えてない、ね。こっちのターンで、あっちが不利な状況で、動かし込んでる。ちっちゃい面白いぜ。実にすごい、忘れちゃったね。実にすごいって言ってたんだ、俺。はい。なるほど。はい。ちょっと待ってよ。ちょっとこれ。これあのね、これあの作戦。ギーちゃんのサツケ、作戦勝ちだね、これ。サツケ。サツケ勝ちです。でも、くっつけんなら早いうちにくっつけとこうよ。やり直しがまだ効く。なんか。いいね。実にすごい。ちょっと待って。戻った。ちょっと待って、僕のサツケ立ちだよ。これ、いったら結構。ギリギリの感じで引き合ってんだよ。大丈夫ですよ。OK。イエス。君は置いてしまったようだ。イエーイ。未来の扉を開く。あー、怖え。上からか。いいよ。
そう、縦は大丈夫。あ、うまい。うわー。いや、結構動いてるよ、それ。そうそうそう、ちょっと引っ張ろう。で、多分縦同士は大丈夫だから。めっちゃ動いてる、君。そいつを立てたらどう？そう。はいはいはい。マジで？他はないです、ないです。うわナイスナイス。真のゾウに悪いだよ。次スー君っす。えぇ、もうラスト。あ、そうでしょ。あと2個ずつ。また。いやー、これ見えてきたな。やばいじゃん。また回収するじゃん、俺多分。これ。でも、少ない方がいいよ。スックが来ると思わなかったな。でで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 実にすごい。いやー、実に面白い。実に面白い。極めてきてるってコメントで。ここワンチャン引っ張れるっすよね。いやー、どうだろうね。確かにこう両脇がこう来なければそこ行く。うわすげえ、めっちゃ近い。うわやば。あ、いいね。うわすごい。え、あれ行けちゃったりすんの。はい、すごい。はい、エスパイすごい。スパイやばいぞ。え、結構極めてるって言ったらここか。やばいよー。うわ、この音と合ってる、なんか今合ってるね。わあすごい。うわああ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 あ磁石持ってたよな。え、持ってないです。こっち、こっちの。こっちのです、こっちのです。あいーって。あいーにやってなかったよ。こうやって。あいーさ。あいーしてなかった、磁石で。やってない、やってない。やってない、やってないです、やってない。やってない、あいーで、あいーしてなかった、今。これね。あいーしてなかった。こっちの磁石でめっちゃ回ったよ。あいーしてたでしょ、今。いやいや、そんななんか。ちょっと皆さん見てましたか、今。リプレイ。いやいや、これはもう、あーいしてないじゃん。え、ワイン隠そうぜ。どういうこと？ハンドパワーってこと？いや、だから、あいって言ったら、あいって言ったら、この磁石が僕。いやだ、俺は、俺左手で、俺左手で。僕も左手持ってたんで、こっち刺したっすよ。いや、左手で、これ、右手で刺した。いや、でも俺は、距離が。OK です。大丈夫でしたよね。全然干渉してなかった。ほらほら、こいつの指輪俺、いや、置けないから。置けないが。え？置けない。あ、俺らがじゃないのか。置けないよ。え、もう何個？俺ら、あと2個かな。お、あと2個。じゃあ、さっき、逆襲、逆襲。広げればいいってこと？ちょっと、フローズンバトルになる。いやいや、仕掛けよう、仕掛けよう。もうどうせさ。俺ら、あと2個置いたら勝ちなんだ。いや、わからん。わからん。わからん、わからん。安牌でいいかもね、俺らは。縦で、縦で。プロバタのリクエストも入ります。プロバタちょっとお願いします、この逆襲なので。ギちゃん、いびつな形にしてくれない？いや、ラスイッチであっち。あ、そう、ごめん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 。いいよ、動かして。あ、いいですか？いいですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうこれで終わりなんで。じゃあもう、細くしよう、細く。それはありなの？いや、もう、話してないですか、手は。おー、なんかすごい。ちょ、大丈夫。俺、どこ？もっと近づけた方がいいんじゃん。Like a peanuts？ Like a banana？ Like a peanuts？おお、なんかめっちゃ動いてるよ。大丈夫。あ、え、ちょっと待って、危ない。いいよ、いいよ、いいよ。おお、レッツダンシング！レッツダンシング！ナイスダンシング！おお、やばい、やばい。オッケー、オッケー。おお、危ない、危ない。上からですよ。上から、上から。絶対お前動くなよ。お、そう、ナイス。はい、でももう、ごめんなさい。終わります。ラス1です。よし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 。結構こいつら敏感なんですよ。こいつら敏感なんですよ。結構いいね。こいつ行きいいよ。こいつら行きがいいんですよ。新鮮ですよ。はい、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 めっちゃ動かしてたよ。はい、はい、こうやって動いたよ、今。オッケーオッケーオッケー、2本取った。あ、これ俺らのこのゲームは
つまり勝者1対1。はい、クラスタークク数数クク数クク数ククチーム広数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 違う違う違う広数です。違う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 。じゃあこれありがとうございます。オッケー。いやこれ楽しいな。よっしゃこれ流行るんだ。でも今1本ずつ撮ってるよね。1-1か。今もう1-1です。じゃあ次のゲームはこちら。これは何ですか。これはあれです。見たことないです。これをゲーム名は何ですか。パスタみたいな感じで。これ何でしたっけ。はい、お、ナイス。てん隣の客からです。 Keep it studyKeep it steady. Keep it steady. Steady じゃん。Steady。Steady。これは、これですよね。輪っか。ルール説明お願いします。このこれ、中国語で書かれてるんで読めません。パスタみたいに立てます。立てまする。はい。これさ、もっと混ぜた方がいいんじゃん。わかんないけど、どうなの？集まってる方がいい。これ一本ずつこう引いていく。サイコロを転がしていただいて、サイコロ転がして転がし色サイコロ色を抜くです。抜くです。このね出た色を抜くです。でなぜか2個ずつ書いてあります。はい。そうなんです。はい。じゃあこれをじゃあいいですか。はい。じゃあまあでもあれだ。これ簡単だよね。ドローだから。うん。こうあとじゃあじゃんけんで。最初はグーじゃんけんぽい。よし。これ先行余り物に服がつくいきます。これ青が一番やろうか。これは何、これ抜いてって倒したらダメってことか。そうです。これカメラ下気味にします。大丈夫ですか。俯瞰からでいいのかな。下気味。あ、もっと低くしますかってことですか。下も見えやすいからこれに関しては確かに。私横にしてあげる。そうそう、その感じがいいね。キープリスタディ。キープリスタディ。オーケー、いきます。じゃあちょっとそれサイコロ見えるところで振ったら。サイコロ、黄色。サイコロ当たっちゃったりしました。そうなんですよ。黄色です。じゃあ黄色。それがちょっと怖くて。はい、あ、黄色一番細い。確かに。あ、そういうのもあんのか。黄色は当たりですね。はい、おー。じゃあ、いきます。ナイス。あー、まあ、攻める技ですからね。いきましょう。あ、あの、言えもあれか。はい、あの、やめてもらって。振動が振動が。これじゃあもう、座り直しも禁止にする。もう、動かないようにさ。なんかさっきの、なんか、だとたまたありえるから。やっぱ赤、はいはい。あ、赤むずいわ、絶対これ。青も。たくさんコメント来てる。ありがとうございます。でで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 。あ、ガンガンガン。ガンガン。床ちょっと、振動があれなんで。やめてくださいね。うお、すごい。うお、あ、あ、うまい。はい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 、ナイス。せめぎ。赤。いいね。どれがいいんだ。クックも赤です。赤です。そのさ、おい。もうあれ。おいおいおい。あの体勢を。あ、うあ、でも今もう触ったってことはもうそこは変えられない。変えられないですか。バランス取れ、バランス取れ。変えちゃっていいんじゃないですか。まあ、ジェンガみたいな感じか。ジェンガスタイル。じゃあ、ジェンガ。うわ、ちょっとこれ、支えになってそう。そこやめな。この、こいつ、こいつ。いいの？こいつ、こいつ。あ、ゆい。ほらな。おぉ。いけるべ。あ！いけるべ。大丈夫よ。オッケー。最後のこれが一番今怖かった。オッケー。ちょっと待って、意外と来てるねこれ。早い、割と早めからね。よし。黄色出ました。黄色。細いですね。もう見てらんないよ。確かにこれ青出たらやばいな。お。ちょっと待って。ちょっと待って。黄色だよね。黄色。これちょっと邪魔しないでこう。お、うわうまい。ずる。うまい。これ青来たらやばいですね。もうね結構来てるよ。うるさい。え、仲間じゃなかったっけ。あれ赤です。赤ガンと一緒。うるさい。一応仲間なの。一応仲間なの。
最初のゲームあたりからバチバチしてきて。うわ、すごい。わ、すごい、ま、めっちゃ、あー、おー、あっ、でもこれセーフ、全崩れしてないからセーフってことです。しましょうか。セーフ。セーフ。まあ2本抜いた。2本取れちゃったっていうやつ。じゃあいきます。え、これアウトっぽいけど大丈夫なんですね。大丈夫じゃん。大丈夫、大丈夫。崩れてないの。赤、なんと。ナイス。でもなんか、これあれだ、くっついてたわ、割り箸みたいに。赤か。ここ、その2本大丈夫そうじゃない？ここじゃないですか。2本赤が。そこ行く？ここだな。あ、そこだね。ナイスナイスナイス。おー、うまい。これ待って、これ青来たらやばいぞ。青、青来い。おー、まあでも赤も危ないよ。なかなか青出ないよ。危ない危ない。まあまあでも赤も危ないよ。まあでも赤も危ないよ。誰ですか？ちょっと倍音でこう揺らそうとしてる。今やばかったよ。今やばかった。音で振動させる。まあでも赤も危ないよ。ちょっと倍音、倍音、倍音。低い声も禁止だから。赤も危ないよ。低い声禁止です。あー！これ今のうざいなぁ、なんかこうやってやつまっすぐなんだ、まっすぐになんだ、ドシャーとかじゃないんだ。俺もバシャー来るかなと思ってさ、まっすぐくさぁ、マジかよ。これおもろ、絶対みんなおもろいと思う、これ。あー、やったってね。まっすぐになんのおもろいね、これ最後。なんのおもろいな。バイオンがってジェンガ行きます。ジェンガ行きますか。ジェンガ行きましょう。確かに、正直俺らはなんぼでもやれるけど。44分、あっという間に。うわ、ジェンガ懐かしい。ネッジェンガ。いや、ジェンガジェンガジェンガ。しかもこれちゃんと音程あるからね。しかもジェンガ、ジェンガクラッシュ、原曲キーでジェンガクラッシュやってるよ、ちゃんと。何、ジャンガ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 、そんな一定じゃないから。ジャンガ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 、ちゃんとあんだから。新品、新品。お、お、本当だ。じゃあもう開けてこれそのままできるじゃん。ゆっくりしていいんですか、俺。どうぞ。はい、じゃあ、ジェンガやります、次は。くっそー、天然木材使用しております、こちら。すごい、あ、これちょっと待って。え、うわ、いい匂い。ジャンプエンチャーの匂いだ。君はどこまで新築の匂いだ。つなげれるかなって。てね。ハッスボーゲーミングさんが出てますね。あ、もうそのままいけるやつなんだ。はい、そのままいけるやつ。うわ、すごい、何これ。お前これいけるやつなんか。そのままいけるやつなんか。これもちょっと横目からの方が。あれ反対側。確かに、ちょっと近い方がね、面白いかも。もうちょい。侍がいい。あ、これ、ちょいと。あ、はい。ほい。みんなもう誰もが見たことある、レンガですね。はーい。はい。じゃあもうこれいいよ。俺だからね。だってじゃないカメラ縦の、カメラ縦のアングルにした方がいい。あ、なるほど。立てますか。あ、次でだって、クエン酸だからね。確かに。ただですね。無理だわ。スペシャルポイント用意してます。これ一回。何ですか？これも、何ですか？ラストゲーム。はい。勝者。はい。3万ポイント差。やったー！ちょっともう、これ自撮りして。今の何？そうやって自撮りしてる。じゃあ、KK を移します。経験をしないですね。なるなるなる。完全にこう、こうするしかない。そうだね。こうするしかない。それで、近いな。毛穴落ちします。やめて。こうなんじゃない。ちょっとね、これ斜めりそうだな。さっきのあれおもろかった。横しか、あれだった。ダメですね。反応すごいですね。かけれます？貸してって。もう貸してって言ってます。じゃあ、もうそのまま。はいはい。これ摩擦が起きてないってことは、これ、まだ、あれっすね。すごい、知られてないから、このギザギザがね、ました、まだギザギザってこと、ね、素材チェック。これです、飛行機でよくやってんの。もうやめてくれ、やめてください。うん。勝手に。いいですね。今、準備中でーす。素材を。準備中なんで。毎回これやってんすよ。いい音。コメントを読みます。何の木？検品、検品。今画面上の方見ないでください、皆さん。酔うんで、多分。そうだね。あ、できた。コメント見えてるよ。
僕がね、ここから覗いてみてる。あ、どうかな。いや、あれ、おもろかったなぁ。なんて。まっすぐになるやつね。もっとバシャーっていくのかと思った。想像してたやつと。割とシュールな最後だったから。できた、できた。下のなんか真ん中のやつが。あ、そうそうそう。こことか。おぉ。お前、海外の方からコメント来てるぞ。マジっすか。彼にはチャンスがあると思う。ヒロト。おぉ、ヒロト。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 な、あ、Thank you very much。よし、これでいけますね。今綺麗に。もうちょっとだけジェンガを奥にお願いします。これじゃあ、ファイナルステージってことですか？ファイナル。ファイナルステージ。ファイナルラウンド。ありがとうございます。フィナル。ゲーム is ジェンガー。はい、ジェンガー。よし。ここで勝ったチームは、今、何ポイント？今1ポイント。何ポイント？ザコども、何ポイント？1ポイント。ザコどもは。1ポイントでしょ？ 1 ポイント。で、2ポイント。我々2ポイント持ってるわけだ。で、これ勝ったチームが3万ポイント。3万。よくあるやつだ。よくあるやつ。しかも、あの、1ポイントとかしかない。100でいい。3万とか100でいいね。3万が違う。3万だから。10ポイントでもいいのに。いや、3万です。3万ですか。じゃあいいよ。じゃんけんにしよっか、じゃあ最後だから。最初はグッ、じゃんけんぽい。あ、これさ、取ったら上に重ねるんだよ。そう。オッケー。あ、じゃあいきます。大丈夫、知ってる？ジェンガ。はい、ジェンガ知ってますよ。ナイス。ここ下から行く感じ。こっちの方が。おー。あ、でもいきなりここ取ったんだ。攻める目。はい。すごい。攻める目だ。フック。はい。あ、そういう、いるよね。最初に真ん中行く人。え、これもう触ったやつ。それさ、取るやつ以外触っちゃダメじゃない？え、そうなんすか？え、そうだよ。今触った？そんな押さえて取ると思う。何をしているのか。そんなルールダメよ。2個目で。これね、ジェンガはね、めちゃくちゃ得意なんですよ。あ、ほんと？しかも、まあ、普通真ん中を抜いたりしない。抜いていくっすよね。いきなり端っこ抜くのもなかなか。ブラジリアンスタイル。おえめかくめかくてか一番下がもう最初からバランス超悪いちょっと俺シャクワのこと考えてなかったシャクワが別にそのフィシャクですこれデコピン系あデコピン系うわうわすごいうわこういう感じなんですねジェンガ部だったそんな部あんのジェンガ部首相これさ、今のあれで動いたこいつとかさああもうそうそう、そういうの見とかないなるほどなるほどはいオーケーオーケーあーだからさ、もうね、そういうことだよねりょうじ、画面から外れがちかもねあ、ほんとうんもうちょいうちにこれ3個載せる必要はないですか3個でも載せなきゃいけないじゃん載せないとダメじゃあずらしていいんだよあ、そうっすよね。どうやって？いいよ。でも、そうだね、3個。うん。あ、じゃあ、整頓しないといけない。3個じゃなくてもいいんだわ、でも。2個とか。あ、ほんと？多分、その上にも置いてってもいいんだよ。じゃあ。ただ、崩れやすくなってくよってことだよね。なるほどね。あと9分しかないし。あと9分 ?11 時まで。あ、11時までに終わんないといけない。いや、そんなことは多分ないですけど。おい、歪んどるぞ。めちゃくちゃ動いてしまう。これ変えてもいいよ。もうダメでしょ。ダメなのもう行こうよ、これは。結構やばくない？いや、大丈夫結構やばいよ。大丈夫おい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 。ワンモンだし。3個置かなくていい。でも、あれはしない横の次は縦。ちょっと、そこ行くよ。じゃないさすがに。うわぁ、うますごい、うまい絶対やってたべ。ジェンガ部首相だべ。ジェンガ部だ。だるま落としみたいな。はいあああいじってんのいじってんのいじってないです、いじってないです。えだるまさんいじったでしょ、今。完全に今いじって。いじってないです。だるま落としてるわ。あれそういうゲームありませんでしたっけあらあらあら。ちょっと焦ってんだよ。怖い怖い、マジで。はい、と。えとか言って。だるまさん。あとか言って。
ちょっと上手くなってきてるな、もう、すでに。いいよ。皆さん。え、これどこ取るのが正解なんだろう。緩そうなとこ行ってね。だからもう、やってみて、5ピンで。全部グッと回して、倒した。おーい！だから本当にデコピンしちゃダメだって、多分グッグ。一発目のデコピンは、めっちゃ軽く打つんだよ。いや、デコピンは、思いっきしやれば気づかないから。そういうことあるんだ。原画側も。原画側も。抜かれた時に気づかないみたいな。気づかない。そんなことある。うん。だからどれだけ早くやるかっていう。それは結構やばい。結構やばいっすよね。あ、うわぁ、すげえ。ジェンガも気づいてたもんね、今。気づいてた。完全にね。俺だっけ。あ、ねえ、コウくん。やばいなぁ。ちょっとクックが不安なんだよな。クックが触るときジェンガめっちゃ動くくない？うわ、やっぱうまいもん。うわ、すごい。ほら、繊細。うわ、すごい。やっぱ首相は違う。気づかねえんだよ。めっちゃねじれてる。ジェンガ側も。やってたね、これ。ああ、真ん中ね。うまい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 。それが重心が上に行ってますから。うまい。いい。ただこれ乗せるときも結構。重要ですから。はいはいはい、重心が今上に行ってますからね。下の方の真ん中が今結構有利なんですよ。あ、ナイスナイスナイス。うわぁ、多分これ取れる。体重乗ってない。はい、うん、カロリーメイトみたい。オーケーオッケーオッケー。これめっちゃ良さそう。ね。あ、もうこんなの。うわぁ、うまい。シュシュ。マジで？これ縦とかありなの？なしだ。やばいやばい。それはなしだ。縦とかなしだ。縦やばい。それはなしだ。後から自分たちにつけば。確かに。はい。お。おっと。最高か。でっかちゃん。いや、こんな髪の毛してる。ひっかちゃん、あれ？ひっかちゃん？ひっかちゃん。ひっかちゃん。あ、ナイス。うまい。はい。めっちゃ上手。うまい、うまい。気づいてねえよ。もう、ジェンが気づいてないんだよ。気づいてない。全然。よそ見も、よそ見とかレベルじゃない。あ、いいね。おお、やばいね。かなり揺れちゃう。重心こっちにも来てる。こっちに重心来てる。こっちそっち側めっちゃ取れると思う。クック一回これ下から見た方がいい。ジェンガを一回ちょい。一回下から。一回仰向けになって。おお、これ抜ける。見えた。見えた。おい。すごい。ダメダメダメ。いえいえ、もう自分の考え。怖いよ。じゃあ次。ちょっと待って。いや、やめろよ。結構良かったね。あの、100万、あの、100点の後に先生がこのピリオド打つ。ピリオド打ったら今。そう。うわ、やっぱ主張すごい。あ、ちょっと、ちょっと。ちょっと、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 ちょっと。はい、ちょっと、ちょっと、ちょっと。なかなか重心するとこだった、ごめん。あれ？これどこに重心いってんの？大丈夫かな？それは自分で見つけてください。さっきまであんな楽しくやってたじゃん。重心こっちに。怖っ！マジ、ジェンガジェンガ。ここが重心ですね、今。なるほどね。あ、でもちゃんと重心整えようとしてくれてる。やーねー。おー！もうこれ結構来てるよ。来てるね。一つ言うと。バイヤーだよ、もう。お、すごい、すごい。お、ただこれ、上がもう相当来てるから、ちょっとでも揺らしたらもう来るよ。そうなんだよね。上だよね、問題ね。うん。ナイス。ただ、ここです、問題は。あれ？イントロに合ってる。乗ってる。でんでん。でん。もう大丈夫ですか？でん。でんでんじゃないのよ。まあそうですね。これ結構名勝負じゃない？これ結構いいですね。次の乗せる手だいぶ重要だよ。ここやばいもんね。
だいぶジェンガしてるよ。D ちゃんなら大丈夫でしょ。うおぉ！じゃあ、あっち側の方がいいかも。マジのトーン、うん。マジのトーン。リハの時のトーン出てるもんね。あ、いいね。真ん中いい。おぉナイス。こっちに置かない方がいいと思うよ、ギちゃん。本当ですか？そっちの方がいいと思う。こっちに今来てるから。本当ですか？できれば、そうだ。あああ !3 万ポイント！イェイ。3万ポイント。うやばい。どうですか今の顔で倒しちゃった。ああ。ジェンガ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 。さあということで時間も時間ですので点数。時間も時間なんでもう一回やりますか。いや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 。点数。いやー悔しい。ちょっと待って。何も言わなきゃよかった。3万1点対2点。このさ。3万1点やばいっすね。はい、ということで、くっそくっそーゲーム第1回、判断ミスだ。なんていう大会、大会名。ウルフ4人のシンプルゲーム大会をみんなで見守る生配信。じゃ、ウルフ4人のシンプルゲーム大会だ。はい、第1回、ウルフ4人のシンプルゲーム大会、優勝は、広末チームでーす。広末の絵はどこから来たの？広末チームです。やったー。いやー悔しい。負けたチームには健康になっていただきましょうということ。最後の、こ。あ、最後のね、あれちょっと俺の判断ミスでは。いやいやいや、俺さんです。ありがとうございます。あ、僕のタンブラーさん、ありがとうございます。デカタンブラーで飲んでいただきます。これも入ってるんですか？入ってるんですよ。ちゃんと運動後ぐらい取るよね。クエンさん、この時間にこの量は結構ですよね。両者は多分今日寝れないでしょうね。水みたい。いただきます。はい、飲んでください。健康です。健康ですよ。あくまで健康になっています。匂いどんな感じですか？普通。うわぁ。やばいですか？ぐぐっといきます、両者。どうですか？あ、ちょっと待って。やばい、染めたての綺麗な。唇ピリピリする。これやばい？やばい。真っ赤じゃん、首。いくいくいく。やばいっすね。え、そんなやばいんだ、これ。うわぁ、すごいんだ。ということで。はーい。やったやったー。すごい、頭皮めちゃくちゃ痛い、なんか。唇が痛い。頭皮が痛いんだ。頭皮痛い。それブリーチじゃない？今日の、今日のブリーチ。今日のブリーチでしょ。頭皮痛い。頭皮痛い。今日のブリーチです。絶対そうです。マリンさん特製のクエン酸です。ブリーチのダメージに響くんだ。めちゃくちゃ響く。痛い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 。熱が出て。これ口内炎できてるんですけど。ああ、それやばいね。やば。いやー、でも勝った勝った。はい。ということで。はい。とても面白かったんで、もしご好評であれば、第2回も。いやー、ちょっと待って、この味は次俺絶対負けないっすわ。次、ちょっとだるまさんも、あ、そうですね、出演してください、ぜひ。はい。いや、この味は、じゃあ、この味は、はい。人数は、この味味わったら、もう絶対負けない。お面かなんか。ああ、そうですね。だから、マスクマンとして、マスクマンとして。次、マリンさんと、だるまさん、入ってもらって。確かに、多い方が楽しいかもね。確かに。222とかで。このクエン酸二度と飲みたくないっすね。あのね、すごい頭皮痛いっす。ああ。唇。それは、まあ多分ブリーチでしょうね、今日の。唇痛いです。うん。それでまた、口内炎でしょ？そこに響いたっていう。響いた。うわ、来るんだ。次は絶対負けない。クエンさんが早くも来てんだ。クエンさんがもう。あ、でも面白かったですね。いやー、楽しかった。はい。はい。またやりましょう。皆さんどうでしたか？すごい。ぜひね、皆さんのお声が、第2回、第3回と、続いていきますので、ぜひ感想などもお待ちしております。そして、フローズンバタフライ、300万回再生、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、それを、ありがとうございます。こうして、何かを達成するごとにこういうお祝い事だったり、イベントことできるように僕らも頑張っていきますので、はい。引き続き、プロバタ盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。そして TikTok の方もね、今日出てますけれども、はい、二人の名古屋のやつ。名古屋で、前回が僕と、俺じゃない。あ、ギーちゃんか。大阪のやつ。大阪。グリコ前だ、グリコ。大阪グリコ。最近ね、大阪グリコ。あの、知らせていただいてるので、ぜひ皆さん、やってください。はい。やばい。そう、ちょっとね、頭皮痛いっす。
結構リーチなの。リーチか。はい、そしてこの後、はい、1時半から離婚しない男、リアタイしますので、離婚しない男だよ。盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。僕らもありがとうございました。リアタイしてツイートするので、はい、X で、はい、ポストしていくので、皆さん一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はどこで風呂旗が流れるかな。楽しみだね。楽しみです。全が確実。ありがとうございました。ありがとうございました。実にすごい。トイ引いたい。あれ。トイ引いたい、なんか。なんか頭皮痛い。